こんにちはです。こんにちは。ね、雨降ってるよね。やだやだ。コンサートありがとうございました。終わりまして無事。今日は外羽にしました。髪型で、ここは三つ編みしてます。ここにも三つ編みしてます。でも多分ね、湿気でねすぐ落ちると思うんだよね、この頑張ってした外羽は。で、今日はメイクもめっちゃうまくいきました。最強にうまくいきました。多分いい感じです。今日は7期生のね、ニコ生のお披露目があるみたいですね。ニコ生もう私はあの時の6期生の時のニコ生のやつはもう見たくないぐらいの黒歴史です。黒歴史です。本当にもう見たくないぐらいのやばいんですけど、そう、昼公演はギャルになりました。でメイクは全然変えてないです。メイク変えないで髪の毛だけ。やばい、なんかすいません、なんか窓開けてるからうるさい。めちゃくちゃ似合ってて、ありがとう、可愛かった、ありがとう、とっても嬉しいです。ギャル企画は良かったね、見たかったね、ありがとう。ギャルのところはめっちゃ見返してる。そんな好きなんだギャル。なんかギャル姿超絶似合ってて、ありがとう。ありがとうございます。本当に一応ギャルサイズでね。リンカちゃんのヘアアレンジめっちゃ濃いです。ありがとうございます。今日まつげバッチリ、まつげバッチリです。カラス家の中にいないです、いないです。なんかそこら辺飛び回ってるんですよ。うるさいですよね、本当にすいません。昇格のプレゼント届いた、まだね受け取れてないんですよ。なんかチェックがあるからまだ受け取れてないので、多分今日ぐらいにあるんじゃないかなと思うので見てきます。今日ぐらい。ありがとう、みんな送ってくれて。早く見たいです。私も唇めっちゃ、唇可愛いか。ありがとう、かわいい、ありがとう。黄金のメロンパン聞いてマジでうまいです。絶対に肉と美人さんの裏、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。ありがとうございます。なんかここだけ見るとロングの髪の毛の人みたい。あ、お花届いたんだよ。届いたけど持って帰ってくるの忘れちゃって、事務所にあるんです、まだ。でも今日はね持って帰れないから枯れちゃうかも、悲しい。
まだね、あれ100回公演のやつあるんですけど、あんま枯れてない。枯れてるっちゃ枯れてるけど、枯れてない。なんか最初ね、オレンジと黄色だったから、お花が私のじゃないと思って見ずに帰っちゃったんです。そしたら私のだった。ブリザードフロー、あ、そうなんだ、よかった、枯れなくて嬉しい。あとインスタの自分で役を動かして、お単語のも、まあ、本当、え、インスタグラムみんなあのフォローしてください。よかったら書いとこう。インスタグラムもしてます、してます、フォローしてください。オッケー、書いた。質問も返したりしてるので、募集した時には。なんかインスタグラム始めた、始めたよ、始めてる始めてる。少し遅く、あ、I love you、ありがとう。少し遅くなるけど、ゆりかちゃんチーム業務ありがとう。七木さんお披露目の動画見たけど、ありがとうですよね。めっちゃダンスうまい、みんな。びっくりしちゃった。なんか、当日ね、当日あったんですけど、リハの時に、先輩たちが全員客席で見て、それで七木ちゃんたちが、こう、リハの、なんか、様子を見届けるみたいな。七木ちゃんたちのリハの様子を見届けるみたいな機会があったんですけど、それで見た時にもうすごすぎた、感動しましたね、すごすぎて、びっくり。私たちも人差し指の銃弾踊ったことないからびっくりですね。もうみんなめっちゃ可愛いです、本当にマジでめっちゃめっちゃ可愛い。もう私はもうなんだっけ、ゆうかちゃん、何ゆうかちゃんやっけ、えうら、えうらゆうかちゃんだ。えうらゆうかちゃんが、えうらゆうかちゃんがもう、私はもう朝ですの放送を見てる時から、あ、もうこの子めっちゃ可愛いと思って見て、実際会ったらなんかこっちが逆に、あ、本物だ、本物がいるみたいになって、すごい可愛いです。私江浦優香ちゃんがめっちゃ可愛いなって思って、たまたま私たちがもう帰る時に七期生ちゃんたちがなんかこう部屋に移動してる時で、その時に全員会ったんですけど、私はもうエウラちゃんの手を引き止めて、大好きですって伝えたんです。そう、こうやってな、手をね、こう手がこうやってね、バイバイしながら、私もこうやって、あ、ありがとう、お疲れ様みたいな感じで言ってて、エウラゆうかちゃんたちとか七木先たちもなんかこう、あ、お疲れ様ですみたいな感じで手を振ってこうやって帰ってたのね。その手を振ってる手をこう、そう、手を振ってる時にこう掴んで、私がこうギュッて、大好きです、大好きですって言ったの。そしたらめっちゃ引いちゃって、ちょっと悲しかった。引かれちゃったんですよ、私。大好きですって言ったらめっちゃ困りながら、あ、ありがとうございますみたいな感じで向こう行っちゃって、だからちょっと気持ち悪い先輩にって思われたかもね。そう、本当にファンだった。しかもあの子チアやってたじゃないですか。私もチアやったことあるし、チア習ってたんで、ずっと幼稚園から小学校3年生ぐらいまでずっと習ってたので、チアをね、だから一緒にチアやりたいですね。
みがちゃんメイクノイズかっこよかったよすぎて、ありがとう。そうゆいなと一緒にめっちゃ可愛い、やっぱ可愛いってなって、二人でゆいなとずっとゆらちゃん可愛いよねみたいな感じでずっと話してたんで一緒です。なんかねすごい本当に可愛いです。可愛いしね、なんか全員すごい可愛くていい子だけど、私はね、みんな可愛いです。リュウとヤネちゃんもずっと見てたからテレビの時から、だからもう本物がいると思って、本物がいると思ってもうめっちゃびっくりしました。あやねちゃん、石あやねちゃん、ちょっとごめんなさい間違ってたら、ちょっとまだちょっとごめんなさいね、すいません。ちなみにグッチそうだよ、グッチはね写真撮ってましたから、すごいよね本当に、なんかもう全然まだ実感ないですね、本当に実感がなさすぎる。インスタフォローしました、ありがとう。いきなり劇場公演に出たね、7期生の会社もあるよね。うん、だって隣でえぐっちゃんとこうバイバイしてたら、えぐっちゃん写真撮ろうって言ってめっちゃ引き止めてた。あ、ありがとう、 I love you クマ、ありがとう。7期生見てて俺6期生とは違った新しい方、本当まあね、早速7期に流れてる人も多々いるみたいなので、まあ知らないですけど、みかちゃんはお披露目ニコ生で何披露したか覚えて、披露？披露することなんてあったっけ？ニコ生で披露？なんか質問に答えたりするやつじゃなかったっけ？忘れた。何した？お、リンクにはあれの真相機、あれ？寄り道はもう流れてるじゃん。How are you? I'm fine. Who are you? あなた誰か。My name is Rinka Ouchi. I'm from Japan. 今から学校行ってくる。今から？頑張って。クヒーロー的なやつですか、何した全く覚えてない、何してた私ね、今日うらちゃんの誕生日おめでとうって言ったら返信返ってきましたおめでとうって送ったら返信返ってきて嬉しかった、久しぶりにお話をしてとっても嬉しかったです。ナキさんはまだ見れてないから大丈夫だよ、まだ推しの推しは推しになるから、エルちゃんは危険かも。ね、ラムネ早飲みして泣いてたの起きる、マジ
んくちゃんごめん、インスタフォローしてたと思ったら、んしてなかったで、ありがとう、今しました、ありがとうね、みんな。ナキセイのお披露目の司会はマリアちゃんと愛知、スーパー AD はまだわかんない。スーパー AD 誰だろうね。私は知ってます。テーブルとか残していったき、いやなんか違うんですよ、なんかわかんなくて、何も言われてなくて、どっちに履けるとかもわかんなかったし、それあのその MC に出る人って当日に言われるんですよ、もう本当に開演前にギリギリに、だから どっちに履けて何をどうすればいいのかわかんなくてっていうのを愛知さんと2人で終わった後話してました。どっちに何すればよかったんだろうみたいな話してて、暗闇のドーベルマンが牙を剥くように海に現れた男、威嚇していた。大メンバーは稽古でニコ生来ないと思ったら司会が大そうよ。インスタストーリーズ見てくれてありがとう、イエイエイ。楽しかった、楽しかったですよ。めっちゃ気持ちいいこれ。あ、アイラブユー、ありがとう。モサとリリクググのありがとう。ちょっと今日劇場に行ってくる。おー行くのか。ネクネジョカチュ、ありがとう。髪がもっと長くなって嬉しいですね。私も嬉しい。お披露目のプロフィールって誰に憧れてるかわかるかもよ。確かに。でも私に憧れてる人はいないと思うから、憧れられるような先輩になれるように頑張ります、これからも。ここに来てオリンカの存在が増したけど、本当なん、オリンカってオリンカの存在が嬉しい存在感。あ、待って、ここがチーム K4 になってる、今気づいた嬉しい。前の時はねなってなかったんだよね、まだチーム K4 になってた、嬉しい。暗闇のドーベルマンが牙を剥くように。リンリンのまつげの存在感好きだな、と嬉しい。コンサートでケータリング美味しいの。あ、待って、ケータリングさ食べたいのあったんだ、ちょっと待ってて。賞味期限とかあるかな。まあ一昨日もらったやつだからいいか。これ渋井ちゃんの家族からもらったやつなんですけど、福さやキューブカステラっていうのをいただいたので、これ食べます。お腹すいたんで、お昼ご飯食べてない。コンタクトレンズですか、カラコン入れてます。めっちゃいいに開けたら、すごい。あ、5月17日までいけるから全然大丈夫だ、よかった。開けます。
まそう。なんかさ、あれだよね、女の子でさ、うまそうとか言う人、あれ嫌ですか？なんかめっちゃ言っちゃうんだよね、そういうなんかうまそうとか、え、めっちゃうまいじゃんとか言っちゃうんだよね。ごめんなさいだよね、ほんと。女の子でそういうの言う人さ、あんま好きじゃなさそうじゃないですか。めっちゃうまそうとか、おいしそうも言うし、おいしいって言うんですけど、うまそうって言っちゃうよ。うまそうよね。気にしない。すがでて好き、ありがとうございます。アイドルにそういうの言ったら嫌だとかさ、いるかなと思った。ちょっと食べますね。ちょっとすいません、お腹空いてて、すみません。あ、これ半分に分かれてる、嬉しい。いただきます。うまっ。うますぎるだろう。うまっ。おいしい。カステラ大好き。うますぎ。きっと美味しすぎる。全部食べる。こんくらいしかない。こんだけしかないんだよ。たまった箱。おいしい。ザラメなんかついてんの？カステラに。風邪ひいた時に食べるのはいつもカステラ。高級じゃない。高級やね。うまかったです。完食。めっちゃ早いよね私。マジで早食いだからそれ直さないといけないんだけど。めっちゃ美味しい。そういえばね、スイッチを買ってもらったんですよ。そう、スイッチを買ってもらって、まだ届いてないんですけど、あのマリオパーティーにしました。カセット。で、なんかもうそのスイッチをしたくて、なんかしたくてしたくてたまらなくて、早く。で、まだ届かないから、なんか急になんかもう最近 TikTok とかでなんか熱盛の動画が出てくるようになっちゃって。なので、ちょっと熱盛がしたいなって思ったんですけど、まだあのカセット、まだマリパしかも頼んでないので、あの私 3DS 持ってるんですけど、 3DS の動森、動物の森を知ってるんですけど、それで我慢してるんですけど、その動物の森もうめっちゃ楽しくて、最近、最近っていうか昨日からなんだけど、昨日からやり始めて、まためっちゃいい感じで、なんか動物の森ってめっちゃ結構街をさ、マジで作る人いるじゃないですか。あれ私できなくて、やろうと思ったんですけどできなかったので、普通に過ごしてるだけなんですけど、そう、一周回ってるパターンなんですよ。
ジで。ここにありますもん。ほら懐かしいんじゃない。3DS じゃじゃーん。私めっちゃカセット持ってる。前も見せたっけ。めっちゃカセット持ってめっちゃ嬉しい。これこれ見て、これこことこことこことあとこの中にも1個入ってる。すごくないですか。めっちゃ持ってる今これ。でもね2、3個少なくしたんですよ。カセットもう売ったんですよ。いらないと思って 2、3 個めっちゃあります。すごいことに。めっちゃあるんですよ。DS のカセットもあるからね。ほらめっちゃ懐かしいんじゃないこの DS のカセットとか。 DS やばくない。 DS もね持ってたんですけど、本体を多分もう神戸の家に置きっぱにしてて、これを 3DS でも DS のカセット使えるから。 DS マリオ系は何があるの。マリオ系はここら辺、スーパー普通の DS の一番多分最初のスーパーマリオブラザーズとスーパーマリオメーカーって、これはね自分でコースを作れるやつなんですけど、途中で飽きて全然やってないですもん最近。あとはマリオ系はここら辺、マリオカート、これマリオカート、マリオカート7ですね。これあとこれマリオ&ソニックリオオリンピックってやつです。これはオリンピックの競技をやるやつかな。あとそれだけかな。マリオ系は4つ、マリオ系4つ。あまだあった、5つあった。これこれはマリオスーパーマリオ 3D ランドです。 3D にものが見えるやつ。これもめっちゃ進めてました。ステージ、うるさい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 。5つあった。マリオ系、マリオ大好き。あとはもうさ女の子っぽいものしかなくて、あとはほらこれはファッションショー、ファッション系とか、これはあれですね、夢の国ディズニーのやつで、これは動物病院のやつで、これは動物の森のハッピーホームデザイナーって言って、これは自分で家を作るやつです。デザインこれもピカピカのアース物語、これもね女の子のやつ、女の子系ですね。あとこれ、あすごくない、逃走中、逃走中の 3DS のカセットがあります。逃走中の 3DS のカセットはめっちゃ、あこれ友達とね、友達と一緒にできるからめっちゃ楽しいですこれ。あとは動物育てるやつとか、これもあるよ、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチの本家でした。私は元祖じゃなくて本家。ポケモン私興味なくてでやってなかったですいません。あとは動物の森、これね。であとはこれです、友達コレクション新生活。友達コレクションマジで私大好き、面白くて本当に大好き。ともこれ知ってる人いるかな。友達コレクションマジで大好きなんですよ私、本当にやばいよね。マジで友達コレクション大好きすぎてやばいです。もうさっきもギリギリまでやってました、配信が始まるギリギリまで。あのね昔のゲームもしたことあるんですよ、なんか一回マリオの昔のやつ。友達コレクションしてる人いる？
私何回も島を作り直したんですよ。もうなんかもう飽きちゃって、もう何回も作り直したりとかしてたんですけど、ね、DS もあったよね確か。昔ハム太郎のハムハム、ハムハムスポーツ知らない。ハム太郎は知ってるけどハムハムスポーツは知らないですね。だからなんかもうまた熱がね、 3DS の熱が出てきちゃったんで早くやりたいなって。トモコレ知ってるけどやったことない。トモコレマジで面白いですよ本当に。待って、これ触ってたらさめっちゃ手がキラキラになっちゃった。だからスイッチで早くあつ森を買ってしまくりしたいし、なんかスイッチでもトモコレ出てほしいなと思いました。誰かスイッチのカセット制作会社の方やってください。キャー。暗闇に飛べるマンガ、際を向くよ、不意に現れて不意に脳のトレーニングばっかりやったら、え、いいじゃないですか。そういうのもあるよね。ゆうりちゃんもともこれやってたって言ってた気がする。え、本当ですか。じゃあ通信したい。通信メイクノイズ難しかったですか。メイクノイズはちょっとうるさいですね、ちょっとが。メイクノイズは難しかったですね。まあ振りはやったことあるんで6期生で。だけど1サビはハルタンさんが作ってくださった振りなのでめっちゃ難しかったです。でもかっこいい、大好きです。私は今日はドーム近くのね、昨日花火大会やってたらしいですね。行こうか迷ったけど行かなかったです。雨で、確かに雨で中止だね。スイッチでやってみたいソフトは、私はマリオカート、桃鉄、あつ森、この3つです。おでこのスキンケアはしてますか。おでこのスキンケアはしてないです。おでこのスキンケアっていうか全体、顔全体は一緒です。おでこだけこう念入りにしてるわけではないです。おでこのスキンケアは均一です、周りと。ストーリーズにあげるのでスクショください。はい。暗闇の飛べる漫画、今向くやわ。もう何でも歌っていいからね。あんまり終わりない感じね。いつまでも遊べる系のゲーム好き。なんかね、私はストーリーがある系の方が進めがいがあるなって思うんですけど、やりたいゲームがね、なんかあんまりストーリー性がなんかないゲームがなんか多くて、ストーリー性があるゲームがいいんですけど、ストーリー性があるゲームって言ったらなんか私があんまり興味なさそうな感じの内容だから、なんかいい感じのストーリー性があるゲームがいいなって思ってるけどないから、それ3つですね。桃鉄とか、まあ友達と遊べる系も好きです。桃鉄、マリオカート、あつ森。あつ森はね欲しいよね。マイクラはね携帯に入れてます。マイクラは携帯でやってます。でも全然やってないです最近。牙を剥くよ、不意に現れた男、威嚇していた、愛された記憶がない、
一人で生きてた疑うこと。モンハンやってみましょう。モンハンはねマイクラレアパンダとレアウーパールパ、え、すごっ、そんなんがあるんだ。全然私やってなくて、もうなんか難しくてやってないです、全然。どういう顔で泣けばいいの、誰かのことを待って。 UFO 募集中のフリやりたかったです私。 UFO を連れてってイケメンなら、そんなの完璧。マリオ V ね、マリオ VS ドンキーコングなんかあったよね、なんかそれもなんか見たけど、私はやっぱその3つのカセットが気になってます。 UFO の抵抗を、ポケモンのゲームやったことないです一回も。ポケモンに興味を持ったことが一回もなくて、失礼ですけどすいません。でも女の子ってあんま好きな人も結構いると思うんですけどね、女の子はやっぱファッション系のねやつとか好きだったんじゃないかな。見てかわいい、ハート。UFO を連れてってイケメンの女子が出てほしい、そんなの完璧。 UFO を持っていこう、地球はそろそろ飽きちゃったのよ、もっと刺激的な、誰かと恋をしてどこかへ飛ぶと UFO を持っていこう、キリン。宇宙の果てでファンワンワン。燃料テイクバーサーアディスリートオーバーインロハンアッシャー。まるでおしゃべりすぎる、ジュークボックスみたい、胸の中のどこかでずっと聞こえてくる。え、今日から鬼滅の何、今日から鬼滅の何が始まる、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 何が始まる。待って、今日から鬼滅の何が始まるの。それは知らない情報なんですけど、待って調べます。ちょしゃん、私の最近ゲットしたパソコン、もうこれでずっとね見てるの、あのネットフリックスも YouTube もダンス踊る時もこれで全部見てる。すごくない、はしゃる稽古、はしゃる稽古編、え、すごい、アニメ調べよう。はしゃる稽古編ってどんなだっけ。今はじゃん、ハイキュー見てた、またハイキュー5回目ぐらい。待って調べます。そんなの聞いてないんですけど。ってことはあれだよね、ネットフリックスとかにも出てくるってことよね。ネットフリックスじゃない、アマプラとか。漫画は全部読みました。読んだことあるけど昔すぎてもう忘れてる。漫画はね全部最終まで読んで最終巻をゲットしました。待って、鬼滅、はしゃる稽古編、はしゃる稽古編ってどんなんだっけ。 MacBook です。ハイキューマジ大好きです。5月12日夜11時夜11時15分か。見れないかな、なんだろう。え、これってさ TVer とかでも見れんのかな。
ちょっと見ていいですか、音量なしで。 PV がある。フジテレビ系列 TVer で見れる。あ、そっか、ねずこが人間に戻ったもんね。私最近またね、鬼滅 見たんですよ。最初から最後まで見終わって、ねずこが鬼人間になったじゃないですか。ちょっと絞り、あ、やばい。全力を注ぐ機会とする。あ、そうだ、姫島さん、姫島さんか、姫島ぎゅん、姫島さんが柱稽古を提案した。柱稽古、そうだそうだ、こんなんだったわ。漫画でこんなんあったね。こんなんやったね、こんなん。柱のみんなが稽古つけるのね。炭治郎ムキムキすぎでしょ。やった、待って、やったやった。なんかさ、あれないよね、早く私無限城の、無限城で戦って、無限、あの無限城ってね、あのなんだっけなんだっけ、無惨、無惨と戦うやつが早く見たいんですよ。最後の最後の最後のアニメで、アニメあれは絶対多分映画化すると思ってて、私はだから早く見たいんですよね。私は早くね、無惨、無限城で戦って戦って、無惨と一緒に戦ってるやつが見たいんですよね。今日からか、最高、ありがとう、いい情報を。そう、最終決戦が早く見たくて、私はそうマジ最終決戦が早く見たいです。何時まで配信するの？3時。そう、なんかもうさ、炭治郎がイケメンすぎて大好きなんですよね。もうマジ主人公が本当に好きになっちゃうタイプなんで、ちょろいんですよ私。そうなんですよね。そうなの。本当に主人公が好きになっちゃうからさ、ダメだよね。ダメなことではないけどね、まあ。まあまあまあいいことでしょ。マジで推しが多いんですよ私。だから推しマジ OK。 本当に推しが多くて、ハイキューは日向と月島くんが好きです。日向と月島くんが好きで、あと鬼滅だったら炭治郎と善逸が好きで、あとなんだろうね、あとあの進撃の巨人で言ったらエレンとアルミンが好きで、だいたい私の好きな系統分かったじゃないですか。主人公とその周りにいるなんかギャップがある人が好きで、その周りにいるなんか友達とか仲間とかのなんか本当は強いのに普段は弱いとか、弱みを見せるけど本当は強いとか、そういうのが大好きで、鬼滅も善逸は本当はビビリなんだけど、スイッチが入るとめっちゃ強くなるし、ハイキューは月島くんは普段なんかやる気なさそうなのにやるときはやるっていう感じが好きで、で進撃の巨人はアルミンも弱いのになんか指令とかそういうのは的確だから、そういうのもかっこいいなって思うから、そういうとこが私はもう大好きなんです。本当にミカサも仲間に入れてください。ミカサも仲間に入れます。
でも本当に好きなんですよ私は、そういうところが。本当に大好き。みんなもね、ぜひ見てください。必ず見てください。そんなら完璧。みんなは特別なんか好きなものとかありますか？みんかちゃん17日の夜公演東京から見に行くね、昇格発表した時に、ありがとう17日ありがとうね、来てくれて。17日、17日の夜なんかあった？私18じゃなくて17、17なんかあったっけ。私は15日のここに行く。私15日出ないです。私は15日は出ないです、すいませんが。そうだよ、15日出ないですよ私。次シャタレーユニット期待、ユニットなんでしょう。28リーグです、ありがとうございます。友達が同伴で投げてくれたから3回目も見たから、ごめんなさいね、私出ないんです15日申し訳ない。サボテン見たい、サボテンね、期待しててください。じゃあ間違えた、18日の公演をジャパンレッド持っていくね、ありがとう、ありがとうございます。みんなも来てくれるって言ってくれて嬉しいです。もうなんかもう、なんかもうさ、なんかやらないといけないことが多すぎて大変です。あ、生誕祭のグッズ買ってくださいました皆さん、生誕祭のグッズですよ、2回目の。どうですか皆さん、生誕祭のグッズは。私めっちゃいい感じにしたんですけど、顔つきです今回は。でタオルは今年は R だったじゃないですか、こうやって R 作ってるんですよ。あれ
あるなんですけど、実は毎年名前が完成していきます。それだけ言っとくね、ちょっとネタバレになっちゃうからさ。 R だったかな、次はこうかなって感じです。トゥルトゥルトゥルトゥトゥトゥル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 トゥトゥル。昨日もう一回改めてあの MBTI をしたんですよ。 MBTI 知ってますか皆さん。性格診断ってやつなんですけど、 MBTI したんです。そしたら何だったと思いますか難しいですよね、何だったと思いますかとか言って。私は ESTP でした。 ESTP めっちゃ合ってました私。 ESTP 起業家です。 ESTP でした、起業家でした。めっちゃ合ってるんですよ、あのもうな、もう性格が楽観的、アクティブに行動、好奇心旺盛、社交的である、観察力がある、客観的、愛嬌がある、冷静である、実践的、協力的である、臨機応変、クリエイティブ、論理的。論理的は多分違うけど、なんか大体合ってるんですよ。めっちゃめっちゃ合ってて、そうで、私の弱みっていうかできないってことが計画性がない。もう合ってる、計画性マジないんですよ。で物事を過小評価する、これ分からんけど、短期めっちゃ合ってる。不愛想ではない気がするけどね。落ち着きがない、合ってます。無神経も違う気がする、神経はあります規則ルールが嫌い、それもねなんか違うと思うんだよね。でも地道な活動が苦手、まあ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 、忍耐力にかける、どうそうかなと思って、衝動的である、まあ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 、リスクを取りすぎる、うーんって感じ、じっとできない、正解、表面的な事実に頼る、分からん、慌てんぼうではないけどねみたいな。ちょっと弱みはちょっとあんまり当てはまってるとこないんですけど、すごくない？でもマジですごいんですよ。で、私に適してる職業、あ、向いていない職業が図書館司書、教師、ウェブライター、心理カウンセラー、研究者、アーティスト、小説家、タクシードライバー、デリバリー配達員、看護師、介護士、プログラマー、鉄道員、作曲家。アーティストが向いてない職業に入ってるんですよ。まあ、面白いなと思って、急な誘いや予定変更も全然 OK なんです私。全然人と話すと元気が出る、そう、興味を持ったら考えるより行動ですぐ試してみる、正解、場の空気を読んで発言するのが得意、正解、興味のあることしかできない、正解、問題が起きると解決策をすぐに出せる、正解、髪型が変わるなど人の容姿の変化に気づきやすい、正解、実際に自分の目で見て体験しないと気が済まない、正解、ずっと椅子に座っているとストレスを感じてしまう、わからないでもマジで本当に正解なんだよね。怖くない？怖いよね、本当にそうなんだよね。興味のあることしかできない、本当にそうで、興味の湧かないんですよ。あの特に勉強で言うと英語とか大好き、そう、英語とか大好きで理科とかも大好きなんですけど、社会科は本当に興味なくて、社会科の歴史とか本当に興味がないやつしかできなくて、歴史でもその戦争があった時代とか地震があった時とか、そういうことにはすごいなんか興味深いんですけど、それ以外の歴史人物とかに全く興味がなくて、全くできないんですよ。興味あることしかできない、マジで勉強できない。で、問題が起きると解決策をすぐに出せる、それは本当に正解です。で、実際に自分の目を見て
目で見て体験してる気がするね。本当にそれもそうで、あの本当に実際その場所に行って体験したい全部。だからもう合ってるんですよ、まあ、本当に。だから皆さんもでもこれでなんか、まあ、あんま気にしないけどね、 MBTI って気にしないけど、まあ私は ESTP でした。でもなんか変わるって言うよね、そのやってる時変わるって。よし、じゃあそろそろ男女読みしたいと思います。13位ねえねえさん、ありがとうございます。12位ゼロさん、ありがとうございます。11位アリーさん、ありがとうございます。10位こてつさん、ありがとうございます。9位鳥居さん、ありがとうございます。8位くまんちさん、ありがとうございます。7位ムハマさん、ありがとうございます。6位ナグヘデさん、ありがとうございます。5位エルハナ大好きさん、ありがとうございます。4位ヨッシーハンチャチさん、ありがとうございます。3位チアナグさん、ありがとうございます。2位ユータさん、ありがとうございます。そして1位はビーバーさん、ありがとうございました。長い時間本当にありがとうございました。皆さんニコ生の7期生のやつ楽しんでください。バイバーイ、ありがとうねー。